はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、権現坂のボールです。さあ本日なんですが、長寿夢者がね、いろんな方、ランクマ等々、活躍しているかと思うんですが、長寿夢者って皆さんどういうデッキかご存知ですか？これね、不動のデュエルっていうものを体現していて、相手のカードを無効にするみたいなのとか一切ないんですよ、長寿夢者の本来のあのデッキって。これアーク5見たことある方だと分かると思うんですけども、長寿夢者モンスターたちって本当にね硬いんだけど、別にね無効にする効果とかないの。だから今日はね、ほんと真の長寿夢者を組んできました。完全なるね権現坂デッキ、まあちょっとあのエクストラデッキのねモンスターいくつかいるんだけど、本当に、ね、相手のカード無効にするみたいなモンスター一匹も入れておりません。はい、硬さで頑張ります。このマスラオ君がですね、あの戦闘効果で破壊される場合ね、超寿夢者が破壊される場合、自分のフィールド上の超寿夢者カードを身代わりにできるっていう効果がありましてね、これの硬さと、まあ、あと妨害という妨害は、このスサノオの相手の魔法トラップカードをパクれるみたいな効果 と、サルトビーの魔法トラップを破壊するっていう効果ぐらい。なのでなんかね、相手のねなんか動きをね無効にするってやっぱ男らしくないし、ああなんかやりたいことを妨害するとかってやっぱね不動のデュエルじゃないんだよね。だって相手が不動のデュエルになっちゃうから、それやると。ということで今回は自分が不動のデュエル、これを体現するべく真の超人武者デッキ分回していこうと思います。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。見せてやるよ本物の不動のデュエルってやつだな。何が先行ゴボウガイだバカ誰が。いいか、先行ゼロボウガイで硬さで耐えるんだよ、これが超寿夢者。今のなんか何あれにね、ちょっとこの世の超寿夢者デッキにちょっと物申したい。俺はあれはね決して権現坂デッキじゃない。ドロールやめて、ドロールやめろ。よし、超寿夢者岩通し、これ増字なら多分増字じゃね。カカシー出しましょう、カカシー出していく。さあ、岩通しの効果を発動。さあ、岩同士の効果により超獣武者カードを1枚を手札に加えることができる。これによって超獣振動若牛を手札に加えていく。そして超獣武、超獣振動若牛をペンデラムスケールにセッティング。ペンデラムスケールの効果を発動、自身を特殊召喚しペンデラムスケールに何かのカードを置く。あーうぜえな、もうどうしよう、どうしよう。ドローリングアンディングロックキングバーディングが飛んできまして、これどうなんしましょう。もうこれさ、これもしかしてさ、これあれじゃね、わかった、これさ、これドロール&ロックバードで相手の増字止めればいいんじゃね。これ来たわ、これでね、いやこれね、わかっ、これちょっと新たなる展開を、新たなる展開、若牛効果、手札ぶん投げまして、手札ぶん投げると、超寿夢者出して、これこの後超寿夢者しか出せないみたいな縛りなんですけど、関係ないっす、だってこの時超寿夢者なんだもん。いけ、マスラ、超寿天神マスラ王、若牛の効果を発動、ペンデラムスケールに置くという効果。こっちも、あこっちも同じ効果あったんだ、知らなかった。若牛の効果発動、これで耐えるぜ、これで耐えてやるぜ、かかってこいよ、マスラオさんの硬さなめんだよマジで。手札捨てる、あの一応手札捨てた方がいいよこれ、手札捨てる、え、これ意外といけるか、これまだ展開できる、もしかして、もしあのこれサルトビー出せんじゃね、え、あーくっさー、こっちのターンで動きすぎなんだよお前は。不動のデュエルを見せてやる、あ、仕事だこれは。マスラオさん、ちなみに魔法トラップカードがね発動された場合2枚ドローするっていう効果と、一応破壊される場合になんか代わりにあの超寿夢者カードを破壊できるって効果なんで、ペンタロンスケールのなんかそのをコストにしてなんか破壊から免れるみたいな。うわうざうざ、まあでも不動のデュエルなんでね、相手の効果を無効にはしません、一切相手の効果を無効にするとかいう効果一切ありませんので、この場面。マスラオの効果は発動しなくてもいいか、別に。
まあ、スラオの、効果をね、いつ発動するかみたいなとこあるんですけど、はいはいはい。で、怪獣系の、なんか高校グッドスタッフ系のデッキなのかな、これ多分。で、手札3枚は耐えてるんじゃね。これ結構ちなみにマスラオはマジ硬いんですね。まあ、ちょディンゲルスとか出てきたらおしまいなんだけど、まあまあ、まあまあおしまいなんだけど、まあそれでもまだペンデルム召喚から動ける可能性はあるというところですね。さあどうしますか、お相手し。おっと、マスラオこれ突破できないんじゃないか。あ、やべ。なんかこれさ、そもそもだけどさ、これも魔法トラップ入ってねえよ、ほとんど多分この時。まあ、入ってたとして多分セッカーの光とかあるんじゃないかな。サイコインとパニッシャー、はい。バトル、お前に。あ、ライフ減らしてってことか。ライフ減らしてってことね。なるほどね。ドロー。え、ただこれさ、ただこれあれじゃない？ビッグベン系効果と、ビッグベン系効果、超人武者ソウルを1枚手札に加えていく。え、これバスターガントルって勝ちだよ。なんか不動のデュエル成功してないこれ。超人武者ソウルダブルホーン、こいつは装備してると2回攻撃することができるんで。いや、もうバトルフェイズだこれ。バトルフェイズ行け超獣天神。マスラオの攻撃、何最後のパニッシャーの手上がる、いいだろう。ダメ捨て、うわー、バスターガントレット発動、守備力を倍にすることができる。うお、そしてこのモンスターを2回攻撃できる。対戦ありがとうございました。これが不動のデュエル、ゴンゲンザが魂のデッキ、不動のデュエル見せてやろう。ゴンゲンザが魂のゴンゲンザがデッキ、岩闘士を攻撃表示で召喚、そして岩闘士一体でリンク召喚、カカシー超獣武者カカシー、岩闘士効果発動、岩闘士の効果によって何持ってんでしたっけ。ああなるほど。これはですね、ガイアブースターかなんか持ってきておきます。なんか何持ってきても、あんまなんか何でもいいんだけど、まあ、拳持ってきとくか。拳持ってきといて、もう拳とかで、ね、もう誰も入れてないからね今。ああ超人武者多分デッキ多分探し物誰も入ってんじゃない多分ね。誰も入ってないからこそ私が使って差し上げます。岩通し持ってきて、で、若牛発動。さあ、超人武者若牛の効果。手札、ペンドラムスキルが特殊召喚して、ペンドラムスキルを貼るという効果。そして、ビッグベン系の効果発動。ビッグベン系の効果によって、デッキから、超人武者ソウル、ガイアブースターを手札に加えていく。そして、カカシーの効果。カカシーの効果によって、手札を1枚墓地を振り。自分の墓地の超人武者ソウル、岩闘士を特殊召喚。そして、岩闘士に若牛をチューニング。シンクロ召喚、現れろ超獣忍者サルトービー。そして、岩闘士の効果、さらに若牛の効果、ペンデラムスキャンに置くという効果と、超獣武者カードをサーチできる効果、圧倒的超獣武者ムーブ見せてやるよ。若牛を手札に加えていくぜ。そして超獣武者ソウル仲裁をカカシーに装備、超獣武者ソウル仲裁の効果発動、注射の効果によってカカシーをリリースし、デッキから超獣武者モンスター、超獣武者天秤を特殊召喚、天秤の効果発動、天秤の効果によって自分の墓地に存在する超獣武者モンスターを特殊召喚。一旦かけないモンスター出させてもろてよろしいでしょうか。ちょっとサーチをね、したいところがありましてですね、ちょっとすいません、これ一瞬関係ないんですけども、まあ持続的に聞きたいので、しかも特に相手のターン何も妨害しないんで、これ許してください。で、岩闘士の効果、岩闘士の効果によってさらに、超獣武者モンスターをサーチすることができる。何サーチよ、これ何でもいいな、マジでマジ何でもいい。これ同心からかサーチとか、これどっちにでもなれる方がいいな、多分チューナーにもチューナー以外にもどっちにもなれる方がいい。そしてペンデラムスケール1から8、もうつまり1から2からレベル2から7のモンスターが同時に召喚可能。揺れろ魂のペンデラム、天空にかけ光の枠、ペンデラム召喚、現れろ俺のわしのだっけ、ゴンゲンザーの一人称なんだ、わしの、魂のモンスターたちよ。そしてクリフォード・ゲニウスの効果、超獣武者クリフォード・ゲニウスの効果によって
超人武者ヌスッとお手伝いができる。そして超人武者同心の効果、同心の効果自身をリリースすることによって自分の墓地の超人武者を特殊召喚することができる。これもう一回岩投資だね。これ一生岩投資してるんじゃないか、一生岩投資のサーチ入れよう。こいつ蘇生してて442448、80、いけるで、レベル4の、岩投手と岩投手にレベル2の拳をチューニング新規の召喚超獣鋼人スサノオ。そして岩投手の効果を2回発動、さらに超人武者カードをサーチ。見よこの圧倒的展開力、これが超人武者デッキ。まあ第8だな。そして岩投手の効果によって、まあ、ダブルホーンでも加えておくか。さらに自分の墓地に存在するコブシーの効果、自分のフィールド上のシンクロモンスターのレベルを1個下げて自分を墓地から特殊召喚、さらに手札より超人武者ヌスッ島の効果によって特殊召喚、そしてレベル10のヌスッ島にレベル2のコブシーをチューニング、シンクロ召喚現れろ、超獣天神マスラー王。さらに若牛の効果発動、どうしよっかなこれ、ダブルマスラー王にするか、ダブルマスラー王ありだな。超獣振動若牛の効果、手札を1枚墓地に送ることによって自分の敵から超獣武者モンスターを特殊召喚し、このターンもうこれ以降特殊召喚するのは超獣武者しかしない、関係ない超獣武者だけなんだこっちは。レベル8のビッグメン系にレベル4の若牛をチューニング、新規の召喚現れよ、超獣天神マスラ王。これがゴンゲンザガ流魂の先行展開。ちなみに相手のカードを無効にするカード0枚先行0妨害。まあ、一応魔法カードを使ったのでカードを3枚になるようにドローします。スサローの効果も発動して心変わりパクります。さあ圧倒的ドローと圧倒的硬さによって相手の展開を完全にストップさせていくぜ。うおワトロー弱サンダーボルト、なに大丈夫だ、超獣天神マスラウの効果、超人武者カードが破壊される場合、ペンデラムスケールのカードを身代わりにすることによって破壊から免れることができる。なんて強いんだ、なんて強いんだ、なんか普通に強いなこれ。アラベシアの木やるじゃないか。え、なんかやっぱこれサルトビーの効果これ使えるんじゃない、これサルトビーくんの効果めちゃくちゃ強そうだけど、これおい、なんか刺さってるぞおい、奇跡的に刺さってるぞおい、待ってくれ、奇跡的にマジで刺さってる、やばい、奇跡的に刺さってる。運命の試しを破壊、さあ勇者ギミックを回させない、やばい、なんか俺奇跡を目の当たりにしてる気がするぞ。展開止まった、神ゲー、神ゲーなんだけど、マジでマジかよ。マスラオの効果、ペンデラムスケールを身代わりにし、サルトビーを破壊から守るぜ。あ、どういうことや、なんか耐えたんだけど、マジなんか奇跡起きたんだけど、超人武者デッキだけで耐えたんだけど、もうちょっとスサノオの効果でサンダーボルトパクるか、サンダーボルトパクるぜ。おい伸びた、お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものだ、来た神ゲーバトルフェイズ、うおー、これが男の権限者が不動のデュエルだ、対戦ありがとうございました。やべえ、なんか100戦に1戦ぐらい訪れる神ゲーが起きてる今。圧倒的不動のデュエルのデッキ、これはっきり言っていいですか、マジで弱いね、マジで弱い、ビビる、本当にビビるマジでビビる。いやマジでさ、やっぱさ、相手のカードをさ無効にしないっていう行為が現代遊戯王においてどれだけやばいことかっていうね、でもね、今ね、このデッキをね、分回しながら僕体感してるんですよね。ちょっと一応、若牛でいいか。これマジでやばいこと起きてるわ。
で若牛ペンデラム付きにセッティングしていく。なんもなそうだな。なんもなそうだったら結構展開できるぞ。行こう。第8行こう。で第8行こうか。で第8行を縦にしながら岩通し飛び。よーし、圧倒的展開力見せてるぞこれ。だいぶ強いだろこれ。おい、手札全然減ってねえからなこれ。こっちで拳の効果発動して、拳の効果でレベルを1個下げて特殊もして、大体ね、なんか同じような盤面にはなるんですよね。なんかだから安定感は結構あるからっていう、あのデッキとしては。まあ盤面、最終盤面クソ弱いけど、最終盤面まあ弱くはないんだけどね、やっぱパッと見は。でもすごい打点高いモンスター並んで、なんかまあまあやるなみたいな展開になってんだけどさ、ちょっと相手のさ盤面妨害するカードマジで無だからさ、それがほんまにやばいんだよね。でダブルマスラー王で、ダブルマスラー王サノーサルトビーで、まあ、これが一番なんか一番強いと思ってます個人的には。あの破壊耐性がなんか付与されてる、マスラー王か、マスラー王が2体いて、でスサノーで相手の魔法トラップカードワンチャンパクれて、サルトビーで魔法トラップカード一応破壊できるっていう。まあ無効にする効果はないんだけどね、相手のカードを。サラブレード、サラブレードやばくないですか、サラブレードやばくないですか。ワイルドボー、これちなみに皆さん、あのこのデッキお気づきかもしれないんですけども、これあの一応破壊耐性めっちゃあるんですよ。戦闘破壊耐性みたいなめちゃくちゃあるんですよね。なんか破壊される場合身代わりにするとかさ、墓地に送る効果とか、除外する効果とか、まあ戻す効果とか、そういうのには今のところこの盤面耐性がないんですよ。ちょっとさ話し合わない、 12CG さん、ちょっとさ、いや俺話し合いに応じてくんないとちょっと困るんだよね。話し合いません、話し合いませんか。落ち着いて話し合いましょう。ちょっと話せばね、多分ねお互いのことをね結構分かり合えると思うんだよね。俺遊戯王って、遊戯王ってさ、やめろーやめろー、やっていいことと悪いことがあるだろー、やめろー、何してんのお前。お前にさ人の心ってもんはねえのか。